際だ。やられたらやり返す。千倍返しだ。はい、にゃっとー。よかったよ、プーさん。なかなかいい演技だったぜ。どうも、半沢プニキだよ。ここだけの話なんだけど、半沢直樹シリーズ一回も見たことないんだよね。いや、ねえのかよ。結局ね、今見てるドラマなんて何もないんだよ。見てる時間がないわけさ。もう一番最後に見たドラマなんてのは、1リットルの涙ぐらいだよね。めちゃくちゃ昔じゃねえかよ。まあ、確かにすげえ感動したし、いい作品だったよね。ああ、沢尻エリカが良かったな。沢尻エリカの演技が良かったよな。沢尻エリカのあの笑顔。めちゃめちゃ沢尻エリカって言うじゃん。今ちょっとあんまり、ね、言わないでよ。おお、さすがプーさん。大人な対応だぜ。でさ、話戻すけどね。なんでドラマが見れないかって、毎週毎週その時間帯暇なわけじゃないじゃん。しかも予約してもさ、土日また忙しかったりするかもしんないし、だからなかなかドラマ見るときってないんだよね。長期休みしかないわけよ。そっか、俺らに休みなんてねえもんね。そうだよ。見てよ、ミッキーマウスの目。死んだ魚のような目してるよ。社畜最高。こうはなりたくないんだよな。